だからほら、でっちゃん、キスしてよとか言うの。セッション6さんもなんか、僕たちも知らない秘密だからね。知らない秘密じゃないんですけども、用意したのは。全然みんな知ってる話なんですけど、あのすごいね、僕、今はそんなにないんですけど、やっぱりそのお酒の失敗が多いじゃないですか。多かったじゃないですか。その中でもやっぱりすごいやらかしちゃったなっていう事件があって、白服酒雑魚事件ですね。そうですね、酒雑魚酒雑魚っていう言葉が流行る場合で4年ぐらい前かな。もっと前じゃん。もっと前の5、6年。いや、どの時の話をするかによる。あ、その時の話を。あのね、俺がトミタンが東京に出てくる前、出てきてから。いや、もう彼は出てきてるから。からあれいたもん。そうそうそう、そうだ。あのみんなでシェアハウスを始めたぐらいの時かな、そっか、に何かお休みがあって丸一日で、その日何か珍しく、なんか昔の友達と飲んでたんですよ。で何か、まあ、ちょっとこういつもより早い時間からちょっと飲んでて、まあ何かそんなに何かいっぱい飲むのもそんなに慣れてなかったんだけど、なんかちょっと早めに飲んでたからいっぱい飲んじゃって、まあ、すごい、まあ、酔いつぶれてしまって。で、はい、まあ結構酔いつぶれるとめんどくさいくなっちゃうじゃないですか。いや本当に本当めんどくさいね。本当にめんどくさくて、お酒飲み始めると、この話の前の、あ、この話のもっと後の話なんだけど、ドイツでさ、同じ部屋だったんだけど、その時も帰っ、ホテル帰ってきた時に気持ち悪いねって言って帰ってきて、本当にお酒はね、まずい、この人ね。俺その話しようかな。何、まあ、とりあえずまず、その話は話すとして、その時もバーって潰れちゃって失礼な話なんですけど、もうお店でも入っちゃってたの。そう、友達もどうしたらいいか分かんなくなっちゃって、で、それで置いてかれたの、あれ。いやいや、で行ってはくれたんだけど、結構大変な状態だったから、でそれで僕が一応余力をね使ってね、まあ葵くんのママに助けを求めた。まあ、この人ならどうにかしてくれる。葵くんと知り合ってから、葵くんのママにはすごくお世話になってて、そうそうそう、で自分のもうやらかしちゃうのも知ってるし、まあ、東京の人やし、そうね、そう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 、頼るあてがもうないもんね。そう、あの、まあ、車はあるよ。マジでしょ。マジで。そうなっちゃうんだけどね、まあ、そう結果的になっちゃうんだけど、ね、いやもう頼る人がもうママしかいないと思って、で連絡してもうバーッて倒れてたの。でそしたらもう本当に迎えに来てくれて、ああもうみたいな感じで、もう本当に一人じゃ歩けない感じだったから、もう僕をこうやってね、こう肩持ってこうやってお店の外までもうわざわざこうやって乗せて、ね、引っ張ってきてくれたの。でなんかもうごめんなさいみたいな感じになってたんだけど、もうその時にここにいる状態で僕が葵くんのママにゲロ吐いてた。最悪で、これ助けにね、俺も一緒に行ったの。そうそう、で多分その後呼ばれた。その、多分白奥さんがママにバーって吐いた後、ギャーって、まあなるわな、悲鳴が聞こえて、ゲロ男で、こんなになってるのも知らなかったから、まあ、ちょっと酔っ払って、あの歩けなくなっちゃったから、あの助けに行ってくるわって。でもちょっとね、一人じゃ無理だから、ちょっと一緒に来てって言ってくれて、一緒に行って、したら階段の下から叫び声が聞こえてきて、上がってきたママ見たら、もうえらいこっちゃな。でね、その時やばかったのが、白奥さんが多分吐いてすっきりしたのか、ちょっと微笑んでた。なんかちょっと楽になったのもな。やべえやつだよ、てめえ何笑ってんだよ。出たよって言って思いっきりビンタしたの。聞いたら、あ、ごめんね、気持ち悪いね。あったね。でもさ、その時さ、あの、こう目線側のさ、もうグループの窓があるじゃんか、あそこにさ、なんか動画送られてこなかったっけ。それはね、俺それ別の人かも。じゃあ俺の話、なんかそのね、白奥さんがこんなになっちゃうもっと前に、もっと後か、全然後に、自分もちょっと東京でね、なんか久々にこう友達の集まりで飲むって言って、初めて東京に出てきて、新宿の居酒屋さんでお酒を飲むってなって、もう
東京でさ、新宿で酒を飲むなんてもう初めてのことだから、ザ・東京そう、まあ、そうちょっと強かったんだよ、たぶん飲めるぜ、飲めるよ全然飲めるけど、大丈夫そうみんな、逆にと思って行ったら、一番最初に潰れて飲んでなくないみたいな、飲んでなくないって急にね、酔っちゃう、もう完全にダメになっちゃって、で1軒目はクリアしたんだけど、2軒目が1杯飲んでからの記憶がもうほとんどなくて、その後全く覚えてないから、全部これ後日談で聞いた話なんだけど、その時もママに助けてもらってママに助けてもらって、なんていうの、助けてもらう前に新宿のゴミ箱の中でゴミになってたんだよ、もう絵に描いたようにゴミ捨て場の中にもうなんか喧嘩の後のドラマくらいドラマくらいドラマくらいで助けてもいただいて、もう俺も全然覚えてないんだけど、車の中でもう、あ、もう俺も偉いことになってたんだって、そう、ドミタがずっと泣いてたって話聞いてた、あ、そう、それはね、その後で若干記憶が戻って意識が戻って、家の前ついてもう速攻なんかどうしようもなくなってバーって逃げた、そうもう申し訳なさと、どうしたらいいんだろうこの感じと思いながら泣けてきてで、もう家出少女みたいに車まで開けて大泣きしながら家にこうやって駆け上がってたね自分連絡もらって夜だったんだけど、トミタもなんか送るから、あの担いでほしいって、さすがにちょっと階段とか登れないからちょっともうこんなね、バスに乗ろうとこうさ、だからちょっと手伝ってほしいって言われて、うん、どうやって確かにトミタを運ぼうと思ったら、トミタって来たよってバーンってトミタトミタ追いかけてもののけ姫の最初のやつみたいな、もうなんかもう階段がさ、こういうシーンとかね、踊り場みたいな、まあ、ぐるぐる方式なんだけど、バンバンって壁にぶつかりながら、壁にこうぶつかりながら足りるところにもうぶつかって戻ってってガチャンってね、鍵閉めやがってそれ で、 あでもね、鍵は開いてて、確かプンちゃんが開けて、あ、荷物に入ってたから、あ、トミタンが、そっか、飛び出す前にトミタンの家の管理をもらって、そう、トミタンがやばい状態だったから、着替えを取ってきてほしいって言われて、そうだ、取ってきて、で俺がトミタンの部屋入って、まず部屋めっちゃ散らかってて、なんで言うの、違う話じゃん、なんかめっちゃ散らかってて、でさ、どれがさ、綺麗な、綺麗なって言ったら分からなくて、どう、でもなんか匂いとかで判別するんじゃない、とりあえずこれかみたいな感じで、でも洗濯物を干してそのまま置いてあるので、これやと思って持ってって、トミタンって言ったけど、ずっともう、泣いてるから、もう俺がもう脱がして、いやらしいよね、もう泥酔してる、泣きながら泥酔してる俺もさ、こうやって引っぺかしてさ、あんなのダメや、俺だってしたくてやってるよ、車汚れんだよね。で、トミタンをこう着替えさせて、で俺がで戻ったんか、一回その荷物に、はい、多分その後にその逃げるっていう、面白かったから次の人も練習来へんかって体調が悪かった、無理すぎたから、でもね、そう、先生にはちゃんと連絡して、そうで、先生は本当にすいませんって朝電話して全然覚えてないんですけど、気づいたら家にいまして、気づいて、こんなに被害かけたんで、体中怪我だらけで、気持ちも悪くて、多分酔っ払ってたんでしょうけど、本当記憶がなくてって、今日は今日はちょっとお休みさせてください、気をつけろって気をつけろって、いや、お酒はね、怖いね、怖いね、なんかちょっとさ、お酒のさ、その白福さんのやつって思い出すと思うけどさ、なんか白草って酔っ払ったらさ、普段せえへんことを結構する感じ、イメージあらへんみたいな、あ、普段ね、抑えられてる自分がね、あれが、いや違う、あれが本当の白草、あ、本当本当かどうか、あれが本当の白草、結構ウェイになる、そう、ウェイになるやんか、めちゃくちゃ陽キャになるよね、白草で、それがすごかった時があって、だからどっかのツアーのなんかライブが終わって打ち上げめた時に、あの、ぜっちゃんがいてん、なんか知らんけど、そこに打ち上げの現場に、多分ね、あの、九州の方、俺も九州の方、うん、その時も、なんかもうめっちゃめちゃ酔っ払ってて、うん、そしたら、なんかぜっちゃんにめっちゃ絡んでて、うん、じゃあほら、ぜっちゃんキスしてとか俺動画撮ってたもんだって、ずっとこの人たちは何をやってんだろうで、ずっとなんかキスしてよって、ゼンちゃんがさ、もう嫌やとか言うから、まあ、それはそうやろ、バーって絡まれてんの、そしたら次自分からゼンちゃんにキスしに行ってこう言うにしに行って
めっちゃ、いや、白草ってそんな感じだよ、白草、やっぱスケベあーいや、でもね、白草さんのあのダメになるポイントってワインなの絶対に。あ、そうなんだ。でもそうですね。チロクさんタ、チロクさんターだって。チロクさんさ、あの白ワインすごい好きでしょ。そう、あの炭酸がそんなに得意じゃないから、うん、ワインを飲んじゃう。逆にね。炭酸とかのお酒だとちょっとずつしか飲まないからだいぶいいんだけど、梅シロック飲んでるうちはまだ良くて、そっから白ワインに入ったらもうこの人のスイッチはもう。ワイン2杯で来る。いや、ワインはね、でもワイン悪酔いする人多いよ、よく聞くけど。しかも梅シロックとちゃんぽんするでしょ。あ、そうそうそう、最初はね、梅シロック。やっぱシロックさんのやつ面白い。結構ね、ショットとかも飲むもんな、この辺で。あ、行ってた時あったら。それがだドイツの時、ドイツでめっちゃ飲んでた。俺のターンに行きたいな。あ、全部シロックさん、全部シロックさん。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。